はごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートで販売を開始されたポケモンフラッペ3種を飲みたいと思います。自分の相方にゃおはのマスカットフラッペふわっすのザムネソーダ、ホゲータのいちごバナナ、どれも美味しそうですね。そして可愛いピカチュウはどこにでも映し込んでるあたり、さすが看板といった雰囲気があります。ピカチュウの表情もそれぞれ違いますのかな。まあとりあえず飲んでみればわかりますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。では最初はやっぱり相方のニャオハから、ピカチュウはニャオハの可愛さに嫉妬してるのがちょっと口元がきついですね。まあそれは考えすぎた。では飲んでみます。ごちそうさまでした。あと最初に見せるの忘れてたんですけど、それぞれのフラッペの上にある蓋もかなり可愛いです。笑顔だったり、ちょっと拾ってたり、可愛さ全開だったりと。でこれを見せて、でまずそれぞれのフラッペの味ですが、ニャオハのマスカットフラッペは結構底の方にあるマスカットのゼリーがプルプルとした食感を出していて、ただ飲むだけとは違う独特な味わいを出していましたね。で次にこちらのクワッスのラムネソーダフラッペ、これは前に飲んだことあるかなっていうような気もしまくもなかったのですが、どっちなんだよ、つこりさん。そこの方にパイナップルがあって少し爽やかな味わいになりました。でソーダのカリカリとした食感も口の中でシュワッと広がってきて、酸味でさっぱりいただけるんですね。で最後に飲んだいちごバナナフラッペ、代表者ホゲータは、いちごとバナナの甘さ、甘酸っぱさがうまく混ざっていて、やっぱりどこか安心できる甘さ、美味しさがありました。シンプルな味わいがお好きなのであれば一番いいですね。自分はやっぱり可愛さだとニャオハなんですけど、味はバナナが好きというのもあって、ホゲータのいちごバナナフラッペが一番美味しかったので、今回の代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。